ステップ4、スクイーズと状態。まずは、ハイゼンベルグ不確定性原理なんですけれども、これ、まあ、すごく基本のことなんですよね。これが、結構、あのいつもの使っている書き方としては、これが、デルタ X、デルタ P、で、これが、1と運動量なんですけれども、それは必ず、2分の1の H bar より大きくしなければなりません。 そして、光だったら、先の,の開発した位置の直行位相と運動量の直行位相についてなんですけれども、そのポジションとモーメントムのクアデューチャーとして、このデルタ x 1デルタ x 2必ず4分の1以上にしなければなりません。そして、この場合だったら、先の言ってた通りなんですが、 x hat 1が,が a hat plus a hat dagger の2分の1そして x 2 hat も a hat, dagger a hat minus a hat dagger の 2i 分の1なんですねそしてこれが1と運動量の直行位相になりますそして必ずこの2つの条件は、はいつもにはあの 正しいんですねそうすると、まあ、例としてはいくつかは述べたんですが、まずは数状態なんですよね。そして0の、0の,の状態、ケット0な,なんですけれども、それが ΔX イコール2分の1、ΔX 二も,もう2分の1、そしてデルタ X、ΔX1、ΔX2 が4分の1になるんでしょう。そして、ケット1なんですけれども、 今回は、デルタ X1 が2分のルート3、デルタ2も2分のルート3、そしてデ、デルタ X1、デルタ X2 が,が4分の3になるんでしょう。そして、それが連続でくくつかのをやって、そして、円の状態だ,だったらそれが4分の2円プラス1になるんでしょう。 そして、コヘレント状態なんですが、ケット α が、デルタ x1 が1 2分の1と、デルタ x2 も2分の1になりますから、デルタ x1、デルタ x2 は4分の1になりますから、これが最初、深くて、状態になるでしょう。そして、これと、ケットロは,は,はそういうふうになるんですが、他の数状態としては、それが、 最小にはなりませんので、それがミニマムにはなってないんですね。そして、これがしなければなりませんが、これが揺らぎの席になるんでしょう。そして、それはまあ平均についてな,なんですが、こういうふうに,にはになりますけれども、これがどっちかは、例えば x1 が小さくなると、x2 は大きくなる。 とのあり得るんですねそうすると、この積がまだは2分の1、4分の1以上にはなるんでしょう。例えば X、デルタ X1 が半分にな,ってればになれば、デルタ X2 は倍になれば、そのままこの条件を守るでしょう。そして、スクイーズ ed の状態には、この状態になるんですが、それがどっちか、デルタ X1 かデルタ X2 は 1 2分の1以下になる状態になります。で、そも,もちろんそれが、ΔX1 が2分の1の以下になってれば、必ず ΔX2 は2分の1以上になるんですが、それがどっちでもい、e、いになります。そして、片側が2分の1以下と、片側が2分の1以上になるので、それでも、そのハイゼンベーグ ハイゼンベーグが確定性原理を守れるでしょう。そして、デルタ X2 とデルタ X1 の座標と,としては書,け書いてみれば、このアルファがコヘレント状態なんですけれども、こういう形になる。こういう図、えっと、カーブがこういう形になるんでしょう。例えば、アルファがこれがコヘレント状態な,なので、 デルタ X1 が必ず2分の1になって、デルタ X2 も2分の1になりますから、これが最小深くて守ってるでしょう。そして、これが、K1 の場合なんですけれども、これが単一格子の状態で、この正常と数状態なんですが、それのデルタ X2 とデルタ X1 両方が,が、 2分のルート3になりますから、それが、えっと、こっちの方には、あの、オリジンから必ず離れているでしょう。そして、これが、デルタ x 1は、2分の1の下に行くことは可能になるんですけれども、そうすると、必ずデルタ x 2は上がりますから、この青いののところにはこれ、これが可能な状態なんですが、 この青いところがこれがスクイズステ s トですよね。そして、デルタ x2 は半分以下になって、デルタ t a x1 はそれに合わせるには大きくなる場合にも、この青いところもこれもスクイズステ s トなんですが、このカーブの下のところにはこれがありえない状態になってるんですね。これが、ハイゼンベーグ深くて、 核定性原理を守れない状態になりますから、こっちにはなりません。そして、スクイーズ ed vacuum のことも考えられるんですけれども、その真空状態なんですが、そのスクイーズ ed vacuum が真空スクイーズ ed state なんですが、この先のアルガンダダイアグラムで書いたこととしては、これが。 x1 ハートの平均と、x2 ハートの平均としては、これが0の,のところには、オリジンにはなるでしょう。で、これがゼ0なんですが、先の,の例としては、これが丸で書いて、これはまあ、この分布を表示してるんですが、δ x1 の幅が,が2分の1になって、そして δ x2 の幅も2分の1になるんでしょう。 で、これが、このアルガンド図で,で,では、丸になってるんですけれども、例えば、x1 で絞ってればはか、x2 はの伸,び伸びるんですね。そうすると、これが、d e l x 1が1 2分の1の下になって、d e l x 2はか必ず4 d e l x 1分の1にはなるんですね。で、これが、 真空スクイーズ ed になるんですが、これだったら、x1 が1の直行位相だといいますから、ポジション・クワダチャルと呼びますから、この d e l x 1が絞っているので、これがポジション・クワダチャルでスクイーズされていると言えるでしょう。そして反対の方もあり得るんですけれども、そうするとと、 あの縦軸の,の x 2 x 2の平均がそれが2分の1以下になると必ずその d x1 伸びるんですよね。そしてそれも d e l x1 イコール4デルタ x2 分の1になります。そしてこれがモメントムの場合には運動量の,の場合にもこれがスクイーズになると,と言えるでしょう。そして一般の コヘエント状態なんですが、これが桁 α なんですが、それも何かの、この図にはどこかの位置として置いてあるんですが、d e l a x1 イコール2分の1と d e l x2 も2分の1になりますが、それ、その、ポジションかモメントムでスクイーズするだけじゃなくて、他の軸も定義として、 その軸でもスクイーズはできるようになるんでしょう。で、この場合には、まあ、x1 tilde と書いてるんですが、そしてこれが x2 tilde になってるんですが、それは何でもの定義で,であ大丈夫なんですけれども、その、x2 tilde と x1 tilde がそれが直行になって、そして、これの正規も必ずと4分の1以上にしなければなりません。で、これが、 の回転された直後位相としてはそれがスクイーズ ed になっていると言えるんですね。で、それがスクイーズ ed 状態の,の基,本基礎なんですけれども、それも応用としてはどうすればいいんですかありますでしょうか、まあ、まずは 量子通信の基礎のマジュアルで紹介した SPDC のことなんですけれども、その SPDC 効果と,としては、それがエンタングルされ,されている格子のペアを作る効果なんですよね。で、これもスクイーズステートと言えるんですけれども、そして、まあ、他の手法としては、それができてから 量子計算としてはそれができるんですよね。量子情報処理と,としては使うんですけれども、そうすると、これが、squeezed state が continuous variable の計算と言いますが、その CV のこと、それがまあ連続的な変数になっているでしょう。で、単一のしとしては、それが、まあ、ケツ0、ケツ1、あるいはこの経路とあの経路が、がが キュービットに使えるんですけれども、今回にはそれが Continuous Variable になるんですが、そうすると、この CV の使う手法としては、まあ、量子鍵配送の,の,の,の手法もありますし、量子計算の,の,の手法もありますし、そして通信の,の,の,の使う手法もあるんでしょう。それから、 メトロロジーとセンシングなんですけれども、これ,これは測定学なんですかそしてセンシングなんですよね。これもそのスクイーズ状態としては、それが測定の精度が上がる可能性はあります。そしてそれがなぜかというのは、それがある熟、測定したい塾としては、それの,の揺らぎを減らすためにを使うんですけれども、例えば、これの干渉器を使うんですが、 で、これが、まあ、この図にはちょっと汎用に見えるんですけれども、ライゴはこの形になってるんですね。で、入力する光が、それがコヘレント状態に入れてるんですけれども、その干渉系を,を使うと、このディテクターのところには光が当たるんですが、これが、こっち側にもそれが、 真空スクイーズ ed s t a も計算するでしょう。そして、これがコヒーレント状態、その真空スクイーズ ed s t で計算すると、精度は上がるんですね。この SN 比なんですけれども、それはシグノ n a ノイズレーショ e は良くなる可能性があります。で、これがショートノイズの例になってるんですけれども、まあ、横の軸がそれが、 周波数なんですけれども、信号の強さ、信号の力としてはそれが縦軸で書いて、あるところにはこのピーク探してるんですけれども、このピークはそのノイズより、まあ、今の例にはちょっと出てるんですけれども、これディテクトすることはちょっと難しいかもしれません。で、先ほどの真空スクイーズステータ使うと、これの揺らぎが減,る、ね、減りますので、その 残りの信号が,がと測定しやすくなります。で、LIGO はこういうふうには今は運用しているんですね。そして、これがス q u e e z e d State の状態なんですけれども、そのス q u e e z e d State はいろんな量子情報処理としては重要なんですけれども、それも量子通信には,には使えるんですね。